ハルジットシン・サージャンは、カナダ自由党所属の政治家。カナダ国防大臣、バンクーバー南区選出のカナダ会員議員。カナダで最初の新育教徒の国防大臣に就任した。2015年のカナダ総選挙で保守党の現職議員はイヤングを破り初選出された。2015年11月4日、ジャスティン・トルドー内閣の国防大臣として宣誓した。政治家になる以前は、 バンクーバー警察の組織犯罪課捜査官で同時にカナダ軍で中佐を務めアフガニスタンに駐留した。カナダ軍予備軍連隊を指揮した最初のカナダ人シーク教徒でもあった。ハルジットシン・サージャンは1970年9月6日インド・パンジャブ州ホーシャルプル地区のボメリー村で生まれた。父の訓練サジョンはインド・パンジャブ警察ヘッドコンスタブルを務め現在は 飼育協と養護団体の世界飼育機構会員。ハルジット・サージャンは母親と姉と一緒に1976年5歳の時にカナダに移住し、それより2年前にブリティッシュコロンビアの製材所で働いていた父親に加わった。家族がカナダでの新しい生活で定着しつつある間、彼の母親は夏にブリティッシュコロンビア州ロワー,ーメーランド地域のベリー農場で、 しばしば、ハージットと妹と共に働いていた。ハージットは、バンクーバー南部で育った。1996年、家庭医のクリット・カワーと結婚し、息子アージューン・サジョンと娘ジーベット・サジョンがいる。10代の頃に、飼育教徒として、洗礼を受けたのも、同級生のビンディジョ・ハルのような悪い連中から逃れる方法と考えていたからである。 1989年、ブリティッシュ・コロンビア連隊の騎兵となり、1991年に、将校に昇格。最終的な職会は中佐。軍では海外に4回派遣された。サージャンは、ボスニアでの服役中に負傷した。ボスニアでの展開から戻った後、バンクーバー警察の警察官として11年勤務、した。麻薬密売と組織犯罪捜査を専門とする、捜査官として、 バンクーバー警察署でキャリアを終えた。アフガニスタンへの最初の派遣は2006年メドゥーサ作戦が開始される少し前であり、その間、バンクーバー警察署の組織犯罪捜査チームでの仕事を離れた。カンダ・ハールのカナダ陸軍連隊第一大隊と共に展開し、アフガニスタン警察との連絡係として働いた。アフガニスタン政府の腐敗が タリバン体制を促進していることを見出した。これらの発見をデイビッド・フレイザー准将に報告した後、サージャンはメルゥーサ作戦の全般的な計画面を支援する任務を負った。フレイザー准将は作戦中のサージャンのリーダーシップを素晴らしいものに他ならないと評価した。サージャンがバンクーバーに戻った時、フレイザーはサージャンを タイで最も優れたカナダ情報機関と表現する手紙を警察署に送り、彼の仕事が多数の連合軍の命を救ったと述べ、カナダ軍は全戦術的な情報戦術の訓練と構築について彼のアドバイスを求めるべきだと書いた。2006年9月、重要な地形を確保するための無名作戦の計画と実施における戦術的な反乱鎮圧の知識の 有用性のため、現場での勇敢性が認知された。帰国後、サージャンはバンクーバー警察を退職したが、予備役として残り、カナダとアメリカの軍人に情報収集技術を教える独自のコンサルティング事業を開始した。彼はまた、米国の政策アナリストとアフガニスタンの専門家であるバーネット・ルービンも担当した。アフガニスタンのアヘン取引に対処するさ。 ジャンの見解についての相関関係として始まり、アフガニスタンのアメリカの軍で外交手腕のあるリーダーへのアドバイザーとして共同に発展した。サージャンは2009年に別の職務のためにアフガニスタンに戻り、そのためにバンクーバー警察を再び離れた。2010年に3回目のアフガニスタン任務でへの特別補佐官として派遣された際はすでに2回休職しているため、 バンクーバー警察を退職した。2011年、ブリティッシュコロンビア連隊の司令官に指名され、カナダ軍の予備連隊を指揮した最初の新育京都になった。カンダハル州でのタリバン影響力を弱めた功績により、2012年に防衛功労勲章を授与された。また、カナダ平和維持活動勲章を授与された。彼はまた、軍事勲章を受章した。 ブリティッシュコロンビア修復知事の補佐官を務めた。シ育ク教の競技により体毛を剃ることができず、顔の毛も剃ることができないため通常の組用防毒マスクの使用を妨げたが、サージャンはげがあっても使用できる独自の防毒マスクを発明し、1996年に特許を取得した。2016年のハリファックス国際セキュリティフォーラムで講演するサージャン・サージャンは、 2015年のカナダ総選挙で保守派の現職議員はイヤングを破りバンクーバー南部のライディングに選出された。2015年11月4日、ジャスティン・トルドーが率いる連邦内閣で国防大臣に任命された。また、2019年2月12日に退役軍人局大臣の代理に任命された。サージャンのカリスタン運動との関係は、 パンジャブ州の首相であるアマリンダーシンと外交摩擦を引き起こしたと言われている。また、アフガニスタンの戦闘任務の間、カナダ人が抑留者をアフガニスタン当局に渡し拷問されたことで、抑留者論争に直面しているという新民主党の主張にあっている。2019年9月、サージャンは中華人民共和国成立70周年を祝賀イベントに参加した。 サージャンの報道官は、サージャンは、ライディング選挙区の候補者としての立場で参加し、長くとどまらない、と発言した。ニューデリーでの2017年4月の公開スピーチで、サージャンは、2006年9月に、カンダハール周辺から、タリバンの戦闘機を排除するカナダの構成である、メデューサ作戦の建築家と自称した。2015年7月、 pc プログラムカンパセーションズザットマターの中で同じ主張をしており2017年に作戦を中断した当時のチーフであるジョナサン・バンス将軍は2006年作戦時に建築家のサージャンを見たと声明を出したメルーサ作戦時サージャンは予備役の少佐でありタスクフォースカンダハル連絡官でありメルーサ作戦のような大規模な戦闘作戦は 通常将軍や大佐によって行われた。この話を最初に報道したナショナルポストで引用された匿名の将校の一人は、サージャンの声明を大胆な嘘と呼んだ。彼によると、サージャンは個人的資質や情報処理力で大きく賞賛されているが、メデューサ作戦の計画は共同作業だったため、本当に許しがたいとした。カナダの歴史家ジャック・グラナトスタインは、 サージャンは、作戦の前線で重要な情報を提示した、熟練した、情報担当官であったが、主要な作戦参謀を担当していたわけでは、決してなかっただろうと述べた。グラナトスタインは、この間違いは、辞任に値するものではないが、それでも、軍との関係を悪化させるだろうと言っている。トロントのラジオ局、AM640 でのインタビューで、メルーサ作戦時に、神田春において、 ナトー軍南アフガニスタン作戦の参謀長を務めていたイギリス人将校クリストファー・バーノンは作戦参謀におけるサー・ジャンの役割は不可欠以上のものであり、サー・ジャンは中心的な役割を果たしたと述べた。サー・ジャンが主参謀であるオーストラリア中佐と実践的に働いていたこと、そしてサー・ジャンの情報活動がなければ作戦は実行できなかったであろうと指摘した。 デイビッド・フレイザー准将は、サージャンの役割は、メドゥーサ作戦にて、不可欠なものだったと大きく称賛していた。サージャンは作戦に参加したカナダ軍、アメリカ軍、アフガニスタン軍のメンバーに謝罪し、メドゥーサ作戦の成功は、カナダ軍の全構成員の貢献によるものであると、述べた。また、サージャンは自分を、建築家と呼ぶのは間違いであるとし、作戦を計画したチームを率いる。 デイビッド・フレイザー淳賞の役割を強調した。サージャンは反対派から辞任を求められた際にも、ジャスティン・トルドーに支持された。カナダの保守党が会員で、サージャンに対する不信任投票を提出したが、採択されなかった。サージャンは、軍歴中及び軍歴後、以下の栄誉と勲章を授与された。ありがとうございます。